お茶カルと現役芸大生が本音で喋りまくる、お茶カルな芸大にはしご酒。今夜のお客様は、この春東京芸術大学の門をくぐった精鋭4人、音楽学部新入生、いらっしゃい。受験勉強、よいしょ。共通テスト活躍かつらない受験時の心境、あいよ、いいね。私は今日これを聞きたくなっちゃう。受験生に伝えたいこととは、お茶カルネ開店だ。始めますか。じゃあ未成年がいるということで、はい、ソフトドリンクバッテリーしてるので、私もソフトで乾杯。それでははしご酒乾杯。いや、いいね、お酒。でみんな1年生でしょ。僕たちも1年生だから、ね、だからもう同級生。マジマジ学部生と二修士でもこっちをピッカピカじゃん。確かにピカピカって使えるのかな。4、5月ぐらい。芸大5年目だな。寒すぎる。まあ自己紹介しようか、とりあえずね。はい、どうも、じゃあこれの宮田はいだということで、今回は今年芸大に入学した1年生が4人来てくれたので、自己紹介をしてもらおうと思います。専攻が木と名前、あとなんかあの好きなあの縄跳びの技とかでもいいです。バイオリン専攻の内藤美谷さんです。何でもいいんじゃない。プーさんが大好きです。プーさん、白木さんです。フルート専攻の西谷大美です。好きなもん。関西？関西、大阪出身です。好きな作曲家？ブラームスです。よろしくお願いします。工学科の生田流奏曲の大石真奈です。真奈さん、はい、好きな動物はワンちゃんです。ワンちゃんよろしくお願いします。器楽科ピアノ専攻、今井菜々子です。縄跳びめっちゃ得意です。何が得意かな。ハヤブサが好きです。すごい。高校はなくて。あ、膝取るよね。そうそうそう、膝取る。芸妓、夕日、わからないとこ。お茶カルネ。みんなは今日とりあえず始めました。友達私はしるくちゃんと、初めまして。音楽はやっぱり他とあんまり接点ないよね。そうですね、あんまりあの自分からあのなんか友達とか作るみたいなとなかなか、ないかもしれない。そうだよね。あ、でも芸妓出身なんだけど、はい、芸妓出身だと。あ、そうなんだ。芸妓生同士はあるからね。芸妓出身の友達だと、上山さん。あ、はい、はいはいはい、お茶が今レビューもらったことあるんで。あ、そうですか。ないね、芸名みたいな。あ、そうなんや。あ、芸名すごい。私はない。あの、会派みたいなのがあって、流派の中に、その会派によっては芸名をもらえるものもあるんですけど、私はそういう会派でもないので、芸名をもらって、もう自分の本名で活動してます。まさに。はい。大沢は一つ。今日話したい内容が、受験時どうしてたかみたいな話と、あとはなんか大学1年生の、まあ、スケジュールだったり、まあ、取ってる授業の話だったり、で今なんかどういう一日を過ごしてるのかっていう。
で、あとは受験生に対して一言とかそういう感じなんで、あ、まあ、そこが軸なんで、辛いのどこが好きかこれを皆さんに投稿する。その受験時どうしてたかは、うん、そのスケジュールの話ですか、とかも、まあそうなんだ、いろいろ受験の時何が辛かったのか、ね、まずちょい一個いい、あなたなんで枝豆を箸で食べてるのなんでなんでいいよ、その枝豆を食べてるところに2つ越してないですって言ったら別にって思ったよ、そのまま口に運べばよかろう、別にそこモザイクかけとったらやばいもん食べてるカルに出会ったのが YouTube で、その芸大生とかの演奏を見てるときに関連で出てきました。芸大受験の話になります。受験時はさ、なんか YouTube とか見てた、そういうことお茶カルとか見てます、見てた、なんかどういうの見てました、柴犬の柴犬の可愛い動画見て、あ、癒されてます、ね、その息抜きみたいな大事だよね、なんかやっぱり受験とかやってるとさ、どうしてもなんかさ、そのメンタルがナイーブになっちゃうからさ、はい、え、何何それでもそれこそ私浪人生なんで、あ、なんかそう、そう、もうそのなんか超音とかの動画が欲しくて YouTube 調べてたらお茶から出てきて、受験解いてみたいな、あ、それも見たし、なんかその前に普通にあの超音の過去音とか弾いてくれてる動画が、全然別であって、あ、別でね、そう、そこの関連みたいな、そう、それの関連で出てきて、と思って、なるほど、受験受験解いてみたい絶対に合格点を取ってもらいますってめちゃくちゃ見てた、コメントしてるもんね、知らない、知ってるし、しかもあなた知ってるよ YouTube で、えっ俺ら何回も何人さんありがとう、コメントありがとうございますって言ってる人、え、待って、当てる分かんなかったら失礼だな、おっぽん丸、丸さん、おっぽん丸さん、そうそうそう、見たことある、すごい、めっちゃ、あなたにもありがとうだし、あなたにもありがとうそうだ、めくりでコメントしてたわ、丸さん、上野で会いましょうっておっしゃってくださってたので、ああ、会えた、会えた、おー、すごい、ちゃんとした動画にも質問箱の動画で送ってるんですか、え、初心入ではない、あ、違いますよ、初心入、ただ違う、ただ違う、お茶狩りさんに会えますかっていうでもみんな、ま、なんか感覚的に分かんないと思うけどさ、昔まではコロナ入る前までは大学普通におばちゃんとか入ってたよ、そこら辺のおばちゃんとかが、それこそ銀行の方の大浦とかにいるんだよ、で、あのキャッスルっていうね、ちょっとあったんだけど、そことかにもいっぱいいるのよ、知らない人、おじちゃんおばちゃん多すぎて学生がご飯食べられないよ、へぇ、そう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 、モニコンとかあるよね、あのでかかったとこ、あー、キャッスル、今はもう取り壊されちゃったけど、めちゃくちゃいっぱい違う、もう、もう莫大な数のおじちゃんおばちゃんたちが、うん、本当にそうなんだ、なんか、俺ら芸大でご飯食べたんだよ、へぇ、キャッスルは中3の時に1回だけ食べたことがあって、下校はあのキャッスルで食べたりとかなんですよ、あ、そうなんや、ね、お茶カルナイ、後悔していることとか、もっとやってこればよかったなとか、逆にメンタル的にやられちゃったから YouTube とかそういう見とけばよかったなっていうのなんかある、私二浪なんですけど、あ、そうなんだ、そう、一浪目はもうめちゃくちゃストイックにやってて、うん、あのそう、一応他の大学行きながらだったんですよ、はいはいはい、あ、そうだから、まあ、でもコロナでその大学の授業も全部オンラインとかで、なんかあんまりそう学校に行くこと自体がなくて、だからもう新しい大学行ったけど友達もまあおらんし、ほんでオンラインで授業も受けなあかんし、ほんでちょっと受験のショックもありつつみたいなんで、1年目めちゃくちゃしんどかった。音楽界隈の浪人ってタックローじゃないですか、予備校とかなくて、普通だったら浪人って言ったら予備校に行きながらっていうのがあるけど、スケジュール型が生まれる、そう、そう、ルーティーンがね、生活リズムになっていれば何かを相談するとか、なんか共有する相手もいない、いやー、本当にそう、でも私大阪出身やけど、その
まあ、通ってた大学が東京だったから東京で一人暮らししながらで、そうだからもう一人暮らしでもう浪人でああみたいな。それきついね。ガチで、まあ、きつかった。靴の精神。確かにもう今何やっても多分大丈夫。おおすごい。すごい。当分は多分。みんな今何歳？18です。18、19、20歳、大人20、23 あらららお茶カルナ。受験対策的なものっていうのは具体的にいつぐらいからやったりして、その受験を見越した練習だったり、平均時は高2終わりぐらい、結構遅い方やと思う。でもフルートは毎年課題曲変わるんですよ。だからもうその前の年のちょっとチラッとやって、はい、でまあ新しい年の出たらもうガッとさ、感じ。なんかフルートってさ、あれやね、なんか現代曲とか。あ、そうですそうです。そう、なんか1時はまあ毎年エチュードとかが結構出て、そうだよね、そう2時がその伴奏付きと、で現代曲なんか5個ぐらいあって、そのうちから1個選択する。現代曲は毎年一緒なんで、ああ そ, うそこはまあなんかまあ何個かさらって決めるみたいな感じ。もう高3の最初の話、でもともと東京芸大をちゃんと受験するって決めたのが、高3になる直前の春です、ね、3月まで。すごい。じゃあ結構遅かったな。そうだね、まあ、それが。でも僕は5月の末、誕生日過ぎたあたりでリオラに転嫁してるんで、高3の5月。なんですけど、うん、師匠に師匠高2の時から10年間の課題曲をまとめてちょっと LINE で送ってみたんですよ。で、なんか大体なんかこの年にこの曲が出ると次の年じゃなくてその次の年に出るあるので、10年なんか大体分かってれば、なるほど、どれかが出るんじゃないかみたいな。それかなんかあれだね、普通大学の受験対策みたいな。それそうですね。10年分やったわけだもんね。あ、でもやらなかったです。全部なんか出そうかなとか。あ、なるほど。受験期はあの歌いながら弾くので、はいはいはい、喉が壊れるんですよ。なのでマルカハニーとかハチミツとか、はいはいはい、すごいケアしながら、姿勢が吹いてる。手もちょっと痛くなったりするので、それもケアしながらみたいな感じ。私は11月に新曲を受験曲にしました。で、それまでこれかなみたいなのを決めてたんですけど、先生についていって確認したらそれじゃない方がいいねってなって、そうロマンの編曲ものにしようと思ってたから、あのもっと重いものって言われて、あの急遽変えて、なので1月とかまだ弾けてない曲もありました。そうなんだ。1月に弾けてない曲だ。冬美が。すげえ、リュウイチみたいじゃん。リュウイチってこと？リュウイチってこと？リュウイチってこと？前日ぐらいに、そろそろやばいかも。アンビやばいかも。アンビやばいかも。さすがにここまで弾かされないから、カットは、さすがにここではカットされるから。最後に弾かなくていいから。最後に弾かなくていいから。もう一つありますか？手が怖い。喉のケアもそうなんですけど、お三味線も弾かなくてはいけなくて、それでお三味線弾くと爪が減るんですよ。爪のコンディションとの戦いみたいなのもありまして、どうやってコンディションするの？もう爪がなくなってきたらドッグコートを塗ったりとか、人によってはアロアルファを爪に塗ってるとかもガチガチにするそう、それで、ここを減らさないようにみたいな。すごい。なんかこれそんな命がけ。共通1時だもんね、センターでやるね。センター。センター経験してる。センター受けて共通になって2回。きっつ。いや本当に。よう頑張って。自分でもびっくりした。ちなみに勉強の方は皆さんできるタイプできるっす。いやでもあのあれだから。そうだね、普通科から芸大に来た人は全員頭いい。いや、はい、普通科。え、違うよね、音楽コース。普通科芸術コース音楽系。普通科大学。お
茶カルナ。実際その芸大生の中でお茶カルってどんな感じなの？結構知ってると思う。知ってる。なんかその芸校生は知らんけど、外部は結構知ってるみたいな感じ。私の友達のビオラの子は知ってます。私はあんまり文脈じゃなくて名前だけ知ってます。まだまだ精進いたします。入学式の時に院が後やったじゃないですか。こちらの、お茶かるお茶かるっていうのを何人かと言いました。ほらほらお茶かる。だからその前に僕たちレッスンがあったの。で、僕大寝坊して、だから僕はあの時涙目で小走りみたいな感じであれですよね。とかなんかオケとか来年からね始まる、あたりが始まると思うんだけど、オケで遅刻するとどうなるかっていうと、全員の前で謝罪声明みたいなこと言わなくてはいけない。私はこういう理由で遅れてしまいました、皆さんすいませんでしたみたいなことを言わなくてはいけない。授業でですか？で、友達だから優しい目で見てくれるんだけど、だから許されるんだよ全然。だけどそのプロオケとか行ったら結構厳しい目で見られる。ちなみに俺は大学入ってから仕事を合わせ授業全部遅刻した。でも、授業5分の1ぐらいしかいないんですよ。院の授業ね、全部仕事で行かない。今日ね、めっちゃ久しぶりに行った。先生宮川くんいるじゃんみたいな。名簿を読むときいつも宮川くん、新院のところ宮川くん、はい、にーって。にーの荒井明久としてじゃなくて、荒井宮川として在籍してる。だからこの人が卒業できないんですよ。それだけ多分大丈夫。なんで休んでんの？テレビ出てるからです。その前授業では見ないけどテレビでは見たって。すごいいいこと。はい、はい、受験に愛するよ。はい、受験に愛するよ。ちなみに僕はポケモン攻略動画見てたんですよ。受験時。でそれで滑り止め儲けてたから市立平岩、平岩を儲けてたから平岩に行く間の電車で出てたの。やばい。余裕すぎる。余裕とかじゃなくてもうなんかもう精神爆中毒。何回逃げないとと思って。いや、まあ確かに。それでもう受験終わったらぱったりやんなかった。私も血迷って2年目やなんかお昼ご飯食べながらバイオハザードの実況一緒に合わなそう。マジでなんか見てないと思う。でもそうだよね、やっぱり、しかも一人暮らしやから音ないから。でも絶対バイオじゃない。バイオではない。めっちゃ落ちるやん。これお茶カルナ。ちなみに芸大以外受け出してる。あ、競技競技受け出してる。あと一本私立は私立だけで大阪芸大、大阪音大の方か。で、京芸が京都芸大の3人を最終発表の次の日が試験だったので、もし落ちてたら次の日にも受けないと分かって、なるほどね。それで受けなくて済んだんです。あー、よかった。精神的きついね。やばい。その併願してよかったかとか一本にしてもよかったかとか、そういう。ちなみに自分の意見を寄せていただくと、弱いじゃん、その受験時ってメンタルが筋肉が増えるじゃん、シーズンっていうと。そうすると、あ、なんかこっちでもいい気がしてきたとか、ちょっと気持ちが、ね、逃げちゃいそうっていうのがあって、自分は一本にしたんだけど、そこはどうですか？じゃあ、私立も一応受けたんですけど、もう行く気はなかったんですよ。私立を受けた理由が、受験の独特の空気感、コンクールとまた違って、はいはい、どういう聞き方をされるかとかをなんか確認というか。なるほど、リハーサル的な。もうめっちゃリハーサルと思ってました。私も基本的には東京芸大って決めてて、普通科なので他でバイオリンを弾くっていう経験してなかったので、それがちょっと怖いなと思って。そういう感じなんだね。僕はもともとメンタル弱いんで、だからまあ、しかも音楽は実技系ってどんなに準備しても、当日ダメだった時ダメじゃん。 100点を取るぞって思って、その勉強で急に30点になっちゃうってことないじゃん。だけど実技系って
急になんか当日のコンディションで30分になることがあり得るし、僕はもともと 100% 出て受かるか受からないかって言われてたから、高校も落ちてるんですよ、芸校芸校落ちてて、付属に落ちてて、そこの大学にね、その自信満々に受けられない人、なかなか僕はもう併願でしか考えられない。いや、すごいと思う。だから本当に一本で言ってる人って。ちなみに受験は辛かった、楽しかった？辛かった、共通テストが辛かったね。そっか。で、なんか実技の方はなんか逆に共通テストでも下まで落ち込んだので、そこからもまあなんかどんどんメンタルがちょっとずつ戻ってくるみたいな感じで、ちなみに俺ね、受験楽しかったぜ。それはなんか絶対なんですよ、なんかすごい。俺受験時が多分一番青春してた、一番なんていうんだろうな、時間が記憶に残ってる今まで。楽しかった。私は実技試験の時にメンタルが落ち込んでた、演奏もうまくいかないだろうと思って、いつも以上に自分もいたわるみたいな。ああ、それ大事だよね。めちゃくちゃ大事。それ先生にも言われたもん。君の演奏はなんかすごいリズムが楽しい。試験終わった。すごいな。本当に2次の試験めっちゃ楽しくて、で結構いい、自分の中ではいい演奏で、1次がめちゃくちゃ楽しかったです。なんで？ちょっとそっちの席行きたいんだけど、そっちの中で楽しかった人。あら、あ、楽しかったっていうか、2次試験なんか自分じゃない演奏ができる。なんか、弾いてる時も、こんな初めてみたいなの聞いた。ちょっとキャタに似てるかもしれない。キャタもなんか、その受験の本番で覚醒したのとか。2時とかになるとね、結構まあ、時間も長いから、だから自分と向き合えるだけの余裕がね、途中からやっぱ生まれてくるとは思うから、そうだね、一時で楽しめたっていうのは、すごい。ベートーベンとエチュードでしょ？エチュードがこれやったの、くじ引き？くじ引きが楽しかったの？違う。朝から起きた時に、2つの曲で1個が流れちゃったんですよ。でもそれが当たらんかもしれんからと思って学校に行って、で弾いたら当たったっていうのでハイになって、なるほど、ね、私は今日これを弾きたかこれちゃうわ。1時にハプニング起きたので、私は爪抜けたんですよ、1時で。なんか最初すごく緊張していて、それで固まってたんですけど、なんか爪抜けたら、あ、もういいやってなって。逆によかったよ。逆にそれがあるね。1時のオクターブの音階弾いてる時に、見てた先生の携帯が鳴ったの。しかも10秒ぐらい。で、俺最初、うわ、止められたと思って、絶対止められるわけないの、知ってるじゃん。うん、止められたわと思ってたけど、どっか違うなって弾き続けたの。すごい。あ、あとなんかドラえもん見てなんかね、その時ね、これで落ちたらあの人のせいだと思った。あとそれ一周も一周回って、これで落としたらあの先生は怒られちゃう。あの先生のためにも周りはみんな通すっていう考えになった。あ、でもなんかそういう気持ちわかります。なんかその一時に抜けた時になんか挟まったんですよ、爪が。なんか弦と板の間に。そういうのってあんまりなかなかなくて、その後に、まあ、取ってつけて、で引き出したので、リカバリー力をまあ見てくだされば通してもらえるだろうみたいな思って。加点要素だからね、サプリンっていうのは。そうなんですよね。泣いちょっと痛くしたんですけど、まあ大丈夫、きっと大丈夫みたいな感じ。やっぱ終わったのはショックだよね。ちょっとショックですけど、一番やっぱ受かるか落ちるかっていう、やっぱ 100% 自分の力が出たかどうかっていうのは。そうなんですよ。そういうハプニングが起きちゃうとやっぱりね、悔しいよね。なんかそれで言うと、そのピアノこっちじゃないですか、先生が。だからただこっちでテンパるっていうのは怖くないですか？そう、怖いよ。
しかもさ、急にこうパチパチパチってきてさ、ショパンのエチュードさ、もうなんか一世一代の大勝負かけてさ、ガクガクのさ、こんなのさ、さっき弾く曲決まりましたみたいな感じの時にさ、座ってさ、いきなりエチュード行くってさ、結構なんだよ。受験じゃなくても結構ハードル高い。それで言うと、そのくじ引きですっごい好きな曲だったから、なんかエチュードもこう、わーって弾けた。私はチョウチョウが好きなんで、選曲はなんか先生に決められるっていうよりは自分でやりたいのやるのが大事だなと思います。あ、それでも本当にいいメッセージでしたね。いいメッセージもね。お茶カルナ、受験生に対するこういうこと気をつけてとか、こういうした方がいいよとか、これは良かったとか、そういうのあればなんか。だから自分を信じることしかないかなって思うので、いつも以上に自分をちゃんといたわってあげたりとか、ご褒美たくさん自分にあげたりとかするといいかなそうね、だからメンタル管理だったり体調管理。でも私はまあそのちょっと何回も経験してるからあれかもしらんけど、なんか生活リズムもそうやし、なんかこうしたらうまくいくみたいなのをもう毎回それに持っていくみたいな、成功体験をルーティン化する。そうです、そうです。なんかもともとずっと自分に自信がないタイプで、なんか人と比べてばっかで、なんかそう人と比べて私まだまだやとかすごい思ってたけど、なんかその受かった年はもう、なんかもうどんだけ下手くそでもなんか自分のベストをやろうと思って、そう人じゃなくて自分やなってなってうまくいったなっていうのはあるかなと思って、結局自分っていう感じですか。なるほどね。頼れる人に。おお、あ、いい、それはいい。結構自分のおすみちゃんはそりゃそうやから、できるだけ悩んだ誰かに相談とか、うん、私やったらもう先生に泣きながら相談することもあったし、それでちょっと楽になったりとか、お茶がるのと思ってしまってそれこそめちゃくちゃ助けられて、本当は嬉しい。ちょっと泣いちゃうよ僕受験直前の時に先生に言われて、すごい私のモチベーションが上がったというか、やる気になった言葉が、そのコンクールじゃないから音楽性を見るから、で音楽性というのは人間性と本当にイコールだからって言われて、私の場合その文化祭とか勉強とかも割と一生懸命やってたし、掃除とかもすごいやってたし、でそういう学校生活を一生懸命生きるのが好きやったんですよ。でそうやってしてきて、なんか直前にそうやって先生に励ましてもらって、あ、じゃあもうなんか私ができることはなんかやってきたと思ったから、なんかそう思えるような生活を夏とかからずっとも続けてたら何かになると思います。プラスの思考に、音楽に関係なく自分に自信が持てるようなことや。あ、そうです、そうです。お参り行くとか。なるほど。私毎日お部屋掃除してあと受験に行く、そんなにしないけど。トイレの神様みたいな。神様、神様、神様、お願いします。もう受験のことしかしてないと、もうここがちょっとでも崩れた時に、あれ僕何もなくなっちゃったとか、だから受験以外のこともちょっとなんかね、積み重ねておけば、これがあるから僕は大丈夫だって。メンタル管理をしっかりして、生活ルーティンを作って、たくさんお茶カルに頼って、そうで、あとお部屋の掃除をする。そう。あといいことをする、お参りを行く。お茶カルの動画はな、でも風水的には3回見るといいそうなんで、お茶カルは3回ね。1回。例題受験の話、本当に多分20回以上は伝えられる。受験前の先生優しすぎて、あ、それはそう、なんかもう今年は大丈夫だからみたいな。あ、そっかそっか。やっぱさ、二浪してる友達も僕の同期もいるんですよ。あ、冬が来るのが怖いっていう。そう、ルーティン化されるんですよね、それも。毎回冬になるともう同期が長袖出してきたらそろそろ本番みたいな。ちょっと気持ち悪いんですけど、なんか物落とすたびに落ちない落ちない落ちない本当に本当にもう上に5秒あげます。え、5秒。あの神様に落ちてないっていうのがおばあちゃんから言われてずっとやってるんです、ちっちゃい頃から。お茶カルナ、三浪は二浪でもし、あ、いやもうない。てか一浪目でも終わろうと思って、っていうかもう一浪目に本当に病んで、なんかさ、もう遊びに行かずずっと練習ばっかやってて、マジでもうご飯とかも食べずにずっとやってて、めちゃくちゃストイックにやってて、ほんで1年目あかんかって、もう
ほんまに1週間泣き続ける感じで、ほんまにもう1日立ってもられんくて一生布団にいるみたいな状況で、だから人間そうなっちゃうんだよね。いや本当に1日10時間の練習を360日続けられるのって100無理なの。リフレッシュって言うとさ、なんかちょっと甘いにも聞こえるけど、うん、いや大事、もう1年目の私に言ってあげたいぐらい、ね、だから音楽館を作るのが一つのね、練習の一環でもあるから、大事だから、こうやって野球の食べてる時間ですらね明日弾くベートーベンに影響してくるかもしれないからさめっちゃ目合うんや主張激しいから、僕ずっとあるんじゃなくてこっちじゃなくてベートーベンにも説教してるルートってね、まあ、もちろんバイオリンとかピアノとかもちろん大変だけど、倍率とかで考えたらここより大変だもんね。どうやったら分からんけど、そう、バイオリンとかは多分3、4倍ピアノ5倍ぐらい、倍率だけで考えたら結構管楽器の方はもう運ゲーだもんね。だって3人、まあ、フルートは結構割と取ってくれる方だと思うけど、日本コンとかその学生音コンとかそのいろんなコンクールある中で1位取ってる経験者とか2位3位みたいなやつがいっぱいいるわけじゃん。いっぱいいるし、その人でも落ちる、その人でも落ちるよ。だからもう運ゲーなんで、その日の出来の運ゲー感があるから、やっぱりその管楽器の浪人っていうのは頑張ればあるっていう、だから上手い人も落ちるわけだから。やっぱり学生音コンとかで1位取ってる人より無名の人が受かるっていうのは全然あるから、希望を捨てずに頑張ってるし、ね、だからさっきもあったけど人と比べるっていうよりも、ね、自分と自分のベストで自分のベスト尽くして、もしダメだったら、あの人と比べるだけで終わった人は絶対に燃焼できるから、完全燃焼できるから、だから自分がいいと思えれば結果が悪くても何かしら救いがあるんだよ。変な時間を上げとるでございますが、あれはですね、外側にあの駅の口がないんですよ。だからということで、今年ね、芸大に受験して合格された1年生の4人に、そんな人いるんですか、来ていただきました。質問だったり、お悩み相談だったり、コメント欄だったり、DM で来てください。それでは皆さん、近くのカメラに向かって手を振ってください。バイバイ。近いな。本日のはしご酒はここまで。お粗末様でした。